新しいキャンプ道具買うなら今です。どうも、やみつき松本です。ということで本日は Amazon で今新生活セールが開催されているのをご存知でしょうか。私がリサーチした限りでもかなりお安めの商品も揃っており、普段目にしないようなセール情報などもありましたので、今回はキャンプ道具を中心に Amazon のセール内容をギュッとまとめて、皆様のね、検索する手間を省いてよりお得に買い物ができるような動画を1本作ってみたいと思います。今回の動画の流れは、まずこの新生活セールで買い物をするにあたって初めにやっといた方が得するよといった情報がいくつかございますので、そちらの方をまずお届けした上で、今回のセールで特に注目したいアウトドア用品ということでカテゴリーごとずらずらっとご紹介していきたいと思います。今回の動画でご紹介する商品に関しましては、全て概要欄の方に Amazon のリンクを貼っておりますので、そちらの方でね、詳細の方を見ていただければと思うんですけども、キャンプ道具ね、各種を、見ていただいた後はですね、私が個人的に使ってみておすすめしたい商品としまして、普段使いもできるような商品で、特にあなたの生活をガラッと変えてくれるような素敵なおすすめ商品だけをピックアップしてお届けしていきたいと思いますので、ちょっと冬キャンプは寒くてできなかったけど、これから春キャンプ、それから夏キャンプなどに挑戦してみたいという方はもちろんですけども、お得にね、買えるキャンプ道具情報が知りたいという方はですね、ぜひ動画最後まで見ていただければと思います。ということで画面一緒に見ながら進めていきましょう。はい、ということで新生活セールやってまいりました。期日はですね、今もう開催中でございまして、3月6日の月曜日23時59分まで開催となっております。で、セールに入る前にプライム会員になっておくとお得だよというところは毎回お伝えしているんですけども、まだなっていないという方はね、概要欄にそちらの方のリンクも貼っておきますので、ちょっと内容を見てね、Amazon ビデオ見れたりするので、個人的にはね、サブスクサービスの中ではかなりコスパの高いサービスかなと思っておりますので、プライム会員の方もまだ登録が済んでいないという方はなっておいても損がないかなと思いますので、そちらも検討いただければと思います。まずはこのセールで買い物をする前に知っておくと得する情報がいくつかございますので、そちらを一緒に見ていきましょう。まずはね、ポイントアップキャンペーンということで、最大 12% ポイントアップがつくということで、このね、キャンペーンにエントリーするというボタンをポチッと押していただくだけで、ポイントアップのエントリーが可能になりますので、これは必ずやっておいてください。で、1万円以上の買い物でポイントアップのチャンスということで、満額もらうのは多分厳しいとは思うんですけども、ほぼね、リスクなしで、ポイントがもらえるというサービスではございますので、もし何か購入するかもしれないなというぐらいの方でも、このキャンペーンは登録しておいて損はないと思いますので、まずはね、ポチッとポイントアップキャンペーンに登録してください。そして次、Amazon チャージですね。これが結構お得なんですけども、今回現金でチャージすると初回限定で1000ポイントをプレゼントということになっております。現金で5000円以上のチャージをすると、1000円のポイントがもらえるということで、過去に同様のポイントバックをいただいた方はもう適用対象外とはなってしまうんですけども、過去にね、そういったポイントバックキャンペーンに参加したことがないという方はですね、これは見逃せない内容かなと思いますし、金額も大きいですので、こちらはぜひね、まだギフト券チャージをしたことがないという方はチャレンジしてみていただければと思います。そして、ギフトカード初回購入2000円以上で200ポイントプレゼントというキャンペーンも開催になっております。同一注文で対象 Amazon ギフト券を2000円以上注文して、クーポンコードをコピーして、注文確定前に入力すると、100円のポイントがもらえるということです。こちら、金額は少なく見えるんですけども、10% のポイントがもらえるということで、かなりのポイントバック率かと思いますので、なんかね、今回購入するかもしれないという方は、こういったね、ギフト券とかね、そういったものを購入することで、ポイントバックを得られるという仕組みもございますので、全て概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらの方もね、ちょっとチェックしてみていただければと思います。はい、ということで、早速ですが、キャンプ道具、いろいろと今回注目のものもありますので、一緒に見ていただければと思います。まずはね、チェア部門なんですけども、以前もね、動画でお伝えしたんですが、すごい椅子タイプのチェア、ムーンレンスから発売しているものなんですけども、高さが2段階に調節できて、さらに角度も変えられるという商品でございます。これがね、なんと 41% オフということで、今回の動画では、過去のね、価格も全て参考にしながらどんぐらい今回のセールが得なのかというところも見ていきたいと思うんですけども、この製品は見ていただくと、この青い線がね、通常の倍価でガクンと下がっている。ここはね、セールで多分売られてたと思うんですけども、これが、今までの最低価格が5354円だったということなんで、過去最低価格と同様の 41% オフで購入できるということですので、まあこういったタイプのチェアを探しているという方は、これは今買っても損はないかなと思います。そしてちょっと色々探しているうちに、まあ角度はね、調節できないんですけども、回路を切り替えタイプのチェアで、なんと2399円というめちゃくちゃ安い謎のチェアも販売しておりました。で、色もですね、ベージュとブラック、それからちょっと茶色っぽいこんな色や、まあ先ほど見たカーキなどの色も展開しております。よくあるタイプのチェアかとは思うんですけども、価格が価格ですので、こちらも抑えておいていいかなと思います。ずっとね、2900円ぐらいで売ってるので、元から安いっちゃ安いんですけども、まあ今回も史上最安値クラスの2399円ということですので、気になる方はちょっとこちらもチェックしてみてください。続きまして、テーブル部門ですね。もうこの辺はおなじみなんでザザッと言ってしまいますけども、ムーンレンスのテーブルということで、昨年初心者におすすめのアウトドアテーブルのアンケートを取ったところですね、こちらが1位だったという経緯もありまして、一応ご紹介しておきますが、今回もマイナス 15% の3824円で購入できるということになっておりまして、こちらも、過去最安値同様の価格となっておりますので、これを狙っていた方は今買っても損はないですね。そして、こういったラック系なんですけども、これも毎度のことなんですが、チルキャンピングさんのフィールドラック、これが、2つプラス天板プラス収納袋という全部セットで6783円ということになっております。この手のやつね、なんだかんだ言って使えるので、持っていない方はね、一つ持っておいてもいいかなと思うんですけども、こういったものも売っております。過去の価格を見てもですね、最低の価格が7182円だったんですけども、今回ズドンと下がって6783円ということで、まあ過去最安値と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。この価格でね、このセットが買えるというのはかなり便利ですので、まあソロキャンプのみならず、ファミリーキャンプでも使えるフィールドラック、こちらも安くなっております。そしてこれはね、個人的に欲しいというところも入ってくるんですけども、ネイチャーハイクのですね、アウトドアテーブルでございます。まあ通常のアウトドアテーブルで、サイドがね、木製になっているタイプです。で、折りたたむとこんな感じになるという、まあシンプルなテーブルではあるんですけども、これのすごいところはこちらですね。IGT フレームということで、要はスノーピークのフラットバーナーなどを、ここの天板を1つ外してつけることで、バーナー付きのテーブルにもできるといったタイプのテーブルでございます。見た目もちょっとシックでかっこいいですよね。馬みたいですよね。なんかね。で、特選タイムセールでマイナス 20% ということでセールが入っておりますけども、この手でいくと、ラーテルワークスさんのテーブルが結構、有名なところかなと思うんですけども、ラーテルワークスさんのテーブル、コスパが非常に高いということで、15000円何がしで販売されていると思うんですけども、ちなみに私もね、予約購入できるようになったんで、予約はしてあるので、そのうち届くと思うんですけども、今回のネイチャーハイクのこのテーブルに関しては、それよりも安い 14,392 円となっております。天面がね、全部アルミなので、ラーテルワークスさんのものはウッドの天板もありますので、そういった違いはあるにせよですね、価格的には IGT 規格のテーブルとしてはかなり安いんじゃないかなと思いますので、フラットバーナーが欲しい方ですとか、フラットバーナーを今後使ってみたい方というのは、こういったテーブル初めから持ってしまうのもありかもしれませんね。ちなみにセールはね、やっぱりね、過去何も行われてないですね。17,990円でずっと来たところ、今回ストンと 14,392 円まで初めてセールがかかったという状況ですので、狙っていた方、また IGT 規格のテーブルが欲しかった方は、ここで購入しても損はないと思います。そして次、焚き火台ですね。もうこれもね、以前の動画でお伝えしたんですけども、ウルフヨックアウトドアーズの焚き火台ということで、まあ、ピコグリルタイプの焚き火台なんですけども、ここの部分の五徳がね、ちょっと変わった形状をしていて、高さが2段階に調節できる五徳を使っております。まあ、結構ね、火床自体もしっかりした作りで、まあ、パチグリルとはいえど、結構安定したものかなと思っております。まあ、個人的に東京キャンプの焚き火台も持っているので、その辺と比較した時も感じたんですけど、やっぱりね、一番ずっしりとしているのは東京キャンプの焚き火台かなと思いますけども、やっぱりコストと、その使い道というのを、まあ、正直に考えた時に、まあ、この価格で性能だったらもうこれでいいんじゃないというところは正直あります。なので、この辺はね、ピコグリルタイプの焚き火台欲しかったという方には引き続きお勧めできるかなと思いますが、これがなんと2208円で販売しております。これもね、ちょくちょく安売りはしてるんですけども、まあ、それでもね、セールの時はこの2208円というのが最適価格かなと思いますので、こちらも今回のセールで購入しても損はないアイテムかなと思います。そして焚き火台部門ではですね、こちら野良道具製作所さんの野良ストーブですね。これも知る人ぞ知るといったところだと思うんですけども、この横のね、ここの部分に薪を入れて上からね火が出るタイプのもので、結構ね火力が安定して強い火力が得られるということで、これはかなり人気の焚き火台の一つであると個人的にはね思っていたんですけども、 Amazon のセールでまさか出てくるとは思ってなかったんで今回ちょっとびっくりしたんですけども、耐荷重が 15kg ということで、重量は 1.3kg のねステンレスの比較的しっかりした焚き火台ですけども、構造的にですね安定した火力で調理もしっかり楽しめるといった考えられたストーブ、これが野良ストーブなんですけども、なんと今回 Amazon セールが入っているということです。価格ねこうやって見ていただければ分かるんですけども、 Amazon で見ていただいてもだいたいね9583円というところで、セールかかっても9102円という感じだったんですけども、ここに来て8143円という価格になっておりますので、この辺はね気になっていた方は購入検討しても面白いんじゃないかなと思います。頑丈な日本製の焚き火台ということですので、こちら気になる方はチェックしてみてください。そして焚き火台もう一つですね、東京クラフトのマクライトということで、かなりね広い火床を持っていて、五徳部分もね高さが変えられるということで、これ結構使ってる方最近見るようになりましたよね。で組み立てタイプですので持ち運びもめちゃくちゃコンパクトということもありまして、かなり人気の焚き火台かと思うんですけども、今回ねタイムセールということで1万円という価格になっています。これ狙ってる方も多いかもしれませんね。でわずか 794gというところ、それから340cm の薪がねそのまま入るというのが特徴で、人気の焚き火台今回セールかかっております。でこちらもですねセールの時に1万円という価格で出ておりますけども、それ以下になったことは今までないので、1万円という価格でセールが出た時に買いかなというのが正直な感想でございますので、これ狙っている方今回ねセールかかっておりますので、概要欄の方からまたチェックしてみてください。はい、そしてこちらですね、これ個人的にめちゃ推しなんですけど、ワットノットの収納コンテナです。で今回特にねカモフラ柄がめちゃ安いです。これ通常タイプで1280円ということなんで、もう迷ってる方はすぐ買ってもいいです。こういう風にね、通常は折りたたんで持ち運べるんですけども、この両側の鉄の芯みたいなものを、立てることでしっかりとね立ち上がって、収納として使えるということで、今年の頭にねこのカモフラ柄がリニューアルしますよということで大セールがかかって、私もその時にですねいくつか購入したんですけども、今回のセールでもかなりお安くなっております。通常のねタイプのものもマイナス 10% とかセールはかかっておりますが、特にこのカモフラ柄がかなり強いセールがかかっておりますので、このねツールボックスに関しましてもカモフラ柄はマイナス 24% ということで、かなり、セールとしては強いものが入っておりますので、狙っていた方はねこれが最後のチャンスかもしれませんので、こちらちょっとチェックしてみていただきたいです。価格を見ていただいてもですね、この年始のセールがあったんですけども、それと同等の価格で今ね販売がなされているというところですね。6980円、これは安いですね。通常のカモフラもこんな感じ1280円で引き続き安く購入できるということですので、カモ柄がねリニューアルで新しくなるという情報が入っておりますので、もしかしたら現行のカモ柄が終わり次第このセールは終了ということもありえると思いますので、この価格ならね1個持っておいても損はないかなと思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。そしてこちらも私が買ったシリーズなんですけども、先日ねモンターナの製品だけでキャンプをしてみたという動画をアップさせていただいた時にチート技の一つとして購入した、電熱ベストですね。こちらめちゃくちゃ高かったです。はい。で、今表示している価格はバッテリー付きの価格になります。バッテリーも大きいバッテリーとして、こういったタイプのね、バッテリーが付いてくるんですけども、ヒーターの箇所が多いっていうことが手伝っているのかちょっとわかりませんが、実際に冬キャンプのフィールドで使用した時も、かなりの暖かさを感じましたので、通勤通学はもちろんですけども、冬キャンプにもあって損はないアイテムかなと思います。価格の方を見てみると過去にも、セールは何回か行われていて6384円ということで販売されておりましたけども、それと同等の、セール内容ということですので、過去最安値なので、これはもしね電熱ベスト等を狙っている方いらっしゃいましたら、こちらも購入検討してもいいかもしれません。サイズだけちょっと気をつけてくださいね。はい、そして LED ランタンなんですけども、スーパーウェイのものですね。これ実は私、先日実際のものをね、目にしてちょっと触らせていただいたんですけども、やっぱりね、このデジタル表示が非常に見やすいというところもありまして、結構いいなと思った次第でございます。で、13400mAh ということで、ほぼ無段階のね、100兆光モードなどね、最低限の機能は備わった上で、1200ルーメンで連続点灯1500時間ということで、もう数字が大きすぎて何のこっちゃわからんという方もいらっしゃると思うんですけども、まあ性能的には申し分なく使える LED ランタンかなと思います。で、この辺はね、かなりセールかかってるかなと思っていたんですが、新品価格はセールの時でも6064円ということで、タイムセールでもね、6064円ということですので、この辺が底値なのかなと思いますので、LED ランタンで安くて、どっちかというと、サイト全体を照らす爆光タイプの LED ランタンをお探しの方は、こういったものを一つ持っておいてもいいのかなと思います。あくまでね、手元を照らすだけとか、風情を感じたいという方は、こういうものよりオイルランタンですとかね、ロールテロとかの小さいタイプのランタンの方がいいかなと思いますが、まあこういったものを持っていない方はね、一つ持っておいても面白いかなと思います。そして、これも、まあ、もはや説明不要なとこありますけども、フレックステールギアのポンプですね。エアポンプなので、まあ、空気を入れたりするエアマットですとか、エアピロー、それから、まあ、インフレーターマットなどでもですね、使う方いらっしゃると思うんですけども、これ一つあるとめちゃくちゃ便利なので、持っていない方はですね、一つ持っておいても損はない商品かなと思います。今見ていただいているのは通常のポンプだけという感じなんですけども、こちらのバージョンは LED ランタンもついているということですので、一石二鳥感あって、値差もそれほどないので、どちらかというと、まあ、このライトついている方がおすすめかなと個人的には思いますが、私もね、だいぶ重宝している商品でございます。で、こちらはね、通常新品価格あんまり変わらずにずっと推移していて、まあタイムセールでね、ちょこちょこ2500円っていうのは出ていたんですけども、今回のように大きいセールで値段を下げるというのは、まあ史上初ということもあり、まあ比較的買いやすい部分はあるのかなと思いますので、過去にね、購入検討していたとか、ポンプ未だに持っていないという方はですね、こちらもあると便利かと思います。個人的にね、夏のね、子供の浮き輪の空気入れとかにも使ったりしてますので、キャンプ以外のところでも結構活躍してくれてます。そしてこちら、IMCO の自動炊飯シリンダーということで、いろいろなところでね、YouTuber の皆様がご紹介しているんですけども、アルコールストーブにセットすることで、火加減がちょうど良くなって自動炊飯により向いている火が得られるということで、一時期ね、すごく話題になって、なんかむしろ価格高くなったりしていたんですけども、だいぶ落ち着いて、さらにセールがかかっているということでございます。まあ、いろいろなアルコールストーブに入れて使えるということと、まあ、シリンダーがあると、燃焼時間が長くなりますよということで、ちょっとね、とろ火で長時間火力を加えたい時とかをね、重宝する商品で、特に、まあ、自動炊飯の時に活躍するアイテムかなと思いますので、これ気になってた方いらっしゃるんじゃないですかね。今回タイムセールでセールがかかっておりますので、こちらもチェックしてみてください。まあ、このようにですね、結構人気で、一時期ね、3000円とか、一時期4000円近くまで上がっていたんですね、価格がね。なんですが、まあ、価格どんどん落ち着いてきて、まあ、通常1700円で、今回のセールで1530円ということですので、まあ、購入悩んでて買えなかったけど、再販したんだと感じている方もね、いらっしゃると思うんですけども、欲しかった方はね、本当に今が買いだと思いますので、ぜひね、概要欄の方からちょっとチェックしてみてください。はい、そしてこちらですね、チタンペグ。これはね、私も実はね、前回買ったんですよ。スームルームのペグを買って、今回ね、ないんですけど、3本入りのタイプを私は購入しております。ただね、今回は、まあ、ワークマンさんのね、新商品でチタンペグが出るということで、地域によってはね、もう、ゲットされている方もいらっしゃるようですが、長野県の店舗ではですね、未だに入荷確認できておりませんので、ゲットできておりませんが、まあ、入荷したらですね、ワークマンのチタンペグとこのスームルームのチタンペグ、もうこれは比較した方がいいかなとは感じておりますけども、今回もね、セールでマイナス 15%、4本入りだったら1606円で、8本入りだったら2800円で販売しております。ちなみに過去の推移を見てもですね、大体こう過去の動向、セールの時は2975円で販売していて、前回から2800円に落ちて、今回も2800円ということですので、どれも過去最安値と同等というのは間違いないと思いますので、まあ通常のね、ペグ、100均のペグしか持ってないとかね、テントについてきたペグをずっと使っているという方はですね、ちょっと一旦チタンペグはね、持っておいても、この軽さはね、やっぱ感動に値するものだと思いますので、ぜひちょっとチェックしてみていただければと思います。そしてここからはテント部門なんですけども、今回ね、ワンティグリスが結構熱いですので、テントされていた方は、ぜひチェックしてみていただければと思うんですけども、ワンティグリスのロックシールドですね、これがなんと 42% オフということになっております。これ結構安いですし、人気のテントですのでね、その辺が欲しかったという方もいらっしゃると思いますので、悩んでいる方はね、ちょっと注目してみていただきたいんですけど、まあ、価格的にはこんな感じ。通常3万1000円で、2万4000、2万3800円ということだったんですが、ドンとこの2月から2万2000円のセールを打つようになっているということですので、過去最安値同等の価格ということで、なんか形がかっこいいですよね、やっぱりね。ということで悩んでる方はですね、今回買ってもまあ損はないというところですね。それからこちらホームステッドも 41% オフということで、こちらはシートなしのタイプですが、シートありのタイプもね一応セールはかかっておりますが、まあシートなしの方が割引率は相当高いです。1万6000円なら買ってもいいかなって思っちゃいますよね。で、価格的にも見てください。これ過去2万520円でずっとセールがかかっていて、ここで1万円台に突入したんですよね、1月に。で、2月に1万8000円まで下がったと思ったら、今回ドカーンと1万6000円まで下がったということで、これはもう間違いなく過去最安値というのを更新しておりますので、これ欲しかった方絶対いらっしゃると思いますので、ちょっとチェックしてみてください。そしてこのタイプワンポールのタイプも安くなってます。 23,840 円でマイナス 36% ということですので、過去のね最安値と同等ということですので、今回ねワンティグリスのテントラッシュではございますが、大物としてはですねワンティグリスのテント購入検討されている方もいらっしゃったかと思うんですけども、全てね過去最安値、ものによっては過去最安値以下で購入できるということで、今回はワンティグリス祭りと言っても過言ではないので、ちょっとこの辺をチェックしてみてください。そしてテント最後、スームルームのでっかいパップテントですね。これも福さんがご紹介していて、かなり人気になった商品かと思うんですけども、まあパップテントの置きバージョンということですが、これがマイナス 20% で販売しております。まあ、これはね過去の最安値同等ということですが、12月のセールの時に最安値が出たんですが、2月のセールの時はそれほどでもなく、今回のセールでまた12月並みの価格ということですので、こちらもね気になっていた方は買っても損はないのかなと思います。はい、ここからはですね、キャンプ道具ではなく私個人が使っていてお気に入りの商品のタイムセールということですけども、まずねアンカーのサウンドコア2ということで、これはワイヤレススピーカーなんですけども、かなりね音が良くて、個人的に2個購入しております。2個同時に使うとね、ステレオスピーカーとしても使えるという特徴もある商品で、まあキャンプでもね、まあ夜はねもちろん音出しガンガン出したら怒られますけど、まあ昼間とかねちょっとした音楽を楽しみたいとかラジオを聴きたいという時にね、ちょっといい音質で聴きたいという方はね、こういったものも持っていてもいいのかなと思います。これはもうね価格乱高下してるんですけど、まあこれも過去同等の 3999 円となっております。そして個人的にこれねめちゃくちゃ気に入ってます。これまたもアンカーなんですけども、体重計なんですけども、アプリを入れて乗るだけでアプリにどんどん体重の集計が入っていくということで、しかもねその手の体重計だと結構値段するんですけど、これ元からね 6990 円だったんですよね。なので購入して、まあ、体重管理とかをねちょっとちゃんとやっていこうということで、私はね購入してこれバリバリ使ってますけど、これめっちゃいいです。やっぱね今まで体重計に乗ってその体重をねスマホに入れたりする手間があったんですけど、もう勝手に連動してくれるので、初めの設定だけで簡単に体重管理ができるということで、マイナス 26% の 5190 円となっております。これもじゃあ過去よりちょっと高いのかなとは思いますが、まあ、このクオリティでこの価格ならばもう本当に大満足ですね。個人的には体重を管理したい方はね本当にこれおすすめの商品でして、今ね私ねひっそりとダイエットをしてるんですけど、これなしではダイエット考えられないというぐらい活躍している商品です。そして、Fire TV スティックの 4K Max ということで、これね私今回買おうかなと思ってます。まあFire スティック自体はいくつか持っていて 4K のものも持ってるんですけども、まあこれがね一番新しいタイプの 4K Max ということですが、まあこれもね過去の最安値価格と同等の価格ということなので、これはね買っても損はないかなと思いますので、まあ冒頭にも言いましたね、 Amazon のプライム会員になるとこのプライムビデオっていうのがね見れるようになりますので、プライムビデオテレビで見るための媒体としてはかなり優秀で、 YouTube とかもね視聴できますし、いろいろな使い方ができるかなと思いますので、この辺のね Fire TV スティックをそもそもまだ使ったことないという方はこちらもねおすすめできるかなと思います。そして Fire TV デバイスまだね買ったことないという方は、このセール価格からさらに1000円引きで買えるということですので、まあ、Fire TV スティックに限らずですね、その他の Fire TV デバイス、ちょっとね、一度見てみてもいいかもしれませんね。そして最後は食欲の春ということで、松屋セットでございます。松屋セットは、たびたび出るんですけど、今回ね、福袋ということで、9種類の30食が入っているということで、まあ、フードファイトも大概にしろってぐらいのボリュームだと思うんですけども、まあ、カレーから、焼肉から、生姜焼き、ホルモン、それから牛飯ということで、お家にいながらですね、お店の味が味わえるということで、これもね過去のね最安値と同等のセール内容となっておりますので、冷蔵庫にねちょっとあれば夕飯とかねめんどくさい時とかこれで済ましてもいいですし、なんならまあキャンプにねこれ持ってっても全然いいと思いますので、そういった意味でちょっとお勧めできるかなと思ってピックアップしてみました。はい。ということで皆様いかがだったでしょうか？長くなって申し訳ないんですけども、それだけね、いろいろなおすすめアイテムがあったということで、過去最安値の商品、それから今まで見たことないような初めてセールがかかる商品などいろいろあったかと思います。で、これ、今回の動画はあくまでね、今回のセールを損しないための情報と、私がピックアップしたおすすめの道具のまとめですので、皆様もね、いろいろなアイテムリサーチして、購入しようかなとか悩んでると思いますので、ぜひね、動画見終わった後、私こんなの見つけてこれ買おうと思ってますみたいな情報ありましたら、コメントまでお寄せいただければ幸いです。ということで、今後も100円ショップの情報ですとか、コスパの高いキャンプ道具の情報を中心に、これからキャンプを始めたいですとか、キャンプ初心者に向けてこんなアイテムもあるよといったような情報を発信していきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで、以上、やみつき松本でした。じゃあね。